しいですね。ありがとう。これさやばいかもね、キュートってずっと言われちゃったらもうね、なんかみんなの拍手鳴りやまない感じ、やばい。マジで6月さ12日さ問題起こして会社クビになるかもしんない。だってね、みんなボーノが終わった後にね、あのキュートの LINE でみんなで話をしたんだけどね、多分この調子でキュートじゃまずいからって言って、キュートの日どうやって終わらないようにするか。すごい考えられて、なんか多分ボーノでうちらこんなだったから、多分うちら救急車に運ばれちゃう。なんかさ、本当さ、なんか LINE だけすごいさ、あのバカみたいな内容だったけどさ、舞ちゃんがね、千里みたいなこと言うけどって言って、うん、キュートがもっと仲悪かったらいいのにみたいな。なんでみんなこんな仲いいの？みたいなね。うん、あでもね、でも思ったなんか、うん、なんかさ、やっぱさ、ずっと一緒だったじゃん、うん、だからリハーサルとかもさ、まあ給湯のみんなのさペースのリハーサルがあったりさ、青春ソングとかもなんかフリーとかでいきなりバーンってやってもなんとなくさ、うん、わちゃわちゃしつつもさまとまるじゃん、うん、なんかこういう関係の子たちと一緒にさ、そんな泣きながら喋るよ。あのさステージ立てんのもうあと何個なんだろうと思って、うん、結構迫ってきてるよ。本当に一回一回大事にしないとって思った、ね、改めて大事にしよう、ね、ありがとう、ありがとう、本当にもう、ねね、もう私たち9月10日みんなで集まるってスケジュール帳に書いたから、みんなも書いといてはって ね、 ね、もう9月10日することも決まってるもんね、うん、決まってるから、うん、決まってる。そしたらなんか載せられるとこあったら必ず書くからね、うん、うん、あったらだけど、あったらなんだけど、あったらそういうコンテンツがあれば、コンテンツがあればね、ぜひ。はい、じゃあナキは大丈夫ですか？魂はあります？あります、大丈夫です、ね、ちょっと最後はさ地声で言ってみよう。待って、今地声で言ってみようって言って、なんて言うの、なんて言うの。もう決めてないじゃん、本当に。そんな笑顔でなんて言うって言われても分かんないわ。なんて言うの、分かんないわ。でもさ、あんた決まってるから地声に言おうと思ったじゃん。可愛くなかったらこういうと思いっきり刺さったじゃないの。いやでも、なんて言えばいいか分かんないね、こういう時だから。分かった。すっごいさ、最年少が決めるかみたいな。ほんと、舞ちゃんしっかりしてるね。行きます。